改造。今の俺ならザーボンなど敵じゃない。スカウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったもの。よう、ずいぶん久しぶりだな。ザ・ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。何？貴様がドドリアを片付けただと。なかなか帰ってこないと思ったが。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているという。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず。何？俺のものになる。何でチャンスが必ずやってくる。愚か、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様も分かった。フリーザ様の実力はそんなにですが、はるかに超越しておられる。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった。ベジータ、早く早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げ切れん。
しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って、ドラゴンボールが、あの野郎、なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザめ、ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個すべてが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くっそ、このままでは私の命はフリーザ様に。あれはとうとうみ、ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいが、しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに、今度この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけて油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。隠れてないと危ないじゃないですか、ブルマさん。それ、もしかしてドラゴンボール？なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はあいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだ。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまず…ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった、強くなったのに浮かれてあいつの気に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は、いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな、来やがったな。ずいぶん貴様のおかげでフリーザ、もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらう。やってみろよ。降臨やつめ、やはり油断してやがる。私から逃げられると思うのか。やりっこ！うらい！うた！やっ！やっ！やっ！
ンさんよ、あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。くらえ、ダリッコホー。貴様が私に勝てるわけがない。まずは戦闘しなきゃ。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。